はい、では行きましょう。続きです。喋ってみていいかな。ドラミをここで呼ぶか。来てくれる、来てくれるやん。うわ、めっちゃくれるやん。ドラ焼き、いや減ってたからね、めちゃくちゃ減ってたからな。白旗を持っているな。よし、通してやる。やった、あざます。ドラ焼き持ってっか。くれくれ、あげるよ。食いたいんか。意外と軟者族のやつ優しいな。スッと通してくれた。なんもないな。軟者族の秘宝ドラゴンスレイヤーがあるはずやねんけどな。軟者族の秘宝と見てるんですけど、ドラゴンスレイヤー違うのかな。戦争を仕掛けてきたのは竜の騎士の方だ。あ、恐竜までけしかけてくる、とても卑怯。正反対のこと言うてるやん。あった、来るんじゃないか。ドラゴンスレイヤー、コンボスペシャル、コンボスペシャル。軟者族の盾、いやもうどんどん来る、どんどん来る、どんどん来る。もうちょ待って、両方まずは勇者さんに渡そうか。絶対強いやん、コンボスペシャルと。これ軟者族の盾、いやこれ両方強いでしょ。ホラー、あれ、ホラーじゃないわ、初めてや。弱い、ジャイアンが持たなあかんのかな。そんな工夫ないわ絶対。まあいいか、これは強いわ。軟者族の盾は強いわ。どうなんやろ、コンボスペシャルどうなんやろ。ドラえもんに渡すか。ドラえもん多分道具パンパンやねんな。一個一個ずらしていかないと。てかダンジョンキーが邪魔なんじゃない。ダンジョンキーポケットに入れて、竜側の盾をドラえもんに渡す。お、いいね。騎士の鎧の方が強いね。なるほど。で、フックの義手を伸びた。で、竜側の盾を伸びた。はい、伸びた。持ちきれない。クソ野郎ですね、こいつは。よし。竜骨の兜どうすかね、どうすかね。剣入れて、竜側の盾を。竜川の盾か。これはいらない。よし、のび太の強化はほぼできてないけど、まあ勇者強化できたしいいだろう。クロマニオンの塔はこの西にあるぞ。聞いてない、そんなこと。クロマニオンの塔どこにありますかって一言でも聞いたか俺。聞いてないそんなことは。クロマニオンの塔のちょっと手前、友達の家ある。塔に行くことがあれば訪ねてみな。了解。そこでドラミを呼べるってことやな多分。もう道中激しいからね、攻撃がさ。店や、普通に喋れんのかい。めっちゃ普通に喋れる。ロープレあるあるですねこれ。竜の騎士まだ降伏しないか。しない。ここが酋長の家、ここがヘッド。うわすんごい、モヒカン違うわ。うわ気持ち悪い。聞いてください、この戦争はどこかおかしいんです。両方で相手から始めたと言ってるし、恐竜だって相手が操っているって言うけど、そんなことはないんだ。お願いだから戦うのをやめて、一度きちんと話し合ってよ。頼むから戦争だけはやめてほしいんだ。何も喋らへんやこんだけ言うてんのに。私の先祖を助けて神というのはあなたたちのことじゃな。助けた神というのはあなたたちのことじゃな。よろしい、あなたたちを信じて戦争は中止する。エンリルの法王のところまでこの手紙を持って行ってくれ。ありがとう、必ず法王様に渡します。よし、これでエンリルに帰ってジャイアン仲間か。 OK。 なんじゃ族嘘つかない。なんじゃワニより強い、なんじゃウサギより速い、
なんじゃ鳥よりうるさい、なんじゃカバより飯食う、だからとても偉い。はい、わかりました。なるほどですね。よし、似たような家がいっぱいあるから、これ行ったか行ってないかをねよく忘れるのよ。行ったよね、全部行きました、回りましたね。さあ、ではまた辛い旅に出ますか。とりあえずエンリルに帰ろう。うわ、これ長いぞ。エンリル帰んの、エンリル帰ってまたここまで来るんですもんね。なかなかのもんやな、こら。すごい修行の旅やで、これ。まあ、もしかしたらエンリル帰りやすくなってんのかもしれへんけどね。何かしら帰りやすい方策があるのじゃないかという。てか、ないとさすがに厳しいぞという。あ、そうや。そうや。今思い出した。あれ、ああいうことがあったんですね。あの、もらったアイテムで、一回ほら、あの、星の町の時やったっけ、使ったら帰れるみたいなのがあったから、なんかそういうことが発生するかもしれんね、やもしれないよね。手紙を使ったらワープしたみたいなことありえるぞ。帰ったみたいな、サクッと終わらせてくれる可能性はなくはない。これや、絶対無理やろうとは思ってましたよ。無理やろうとは思ってたんです。ただ一応やったんです。無理やろうとは思ってたんですね。これ時間かかりますよ。もうノーカットで行くわ。もうノーカットで行きます。いや、この左サイドから帰れるんじゃないかという説が少しだけ、ただね、あっちは多分そのクロマニオンの塔の方に行く道やろうから、そうなると違うんだろうなという気もせんでもなき。どうしたらいいんだ。がっつり帰るとなるとしんどいで、これ。よいしょ。OK。ちょっとその可能性を見てね。ちょっと行ってみようか。あ、敵弱なった。敵が弱くなりましたな。ということはありえるぞ、これは。弱くなっていく方のはずやからね。次元転換戦で来たから、転換戦まで戻らないでエンリルまで戻れるのかというそもそもの不安がある。正直なところ、正直エンリルまで戻ることだけで俺三動画は使うんじゃないかと今の中で見てます。相当エンリルまでの道のりは遠いです。なんやったら一編終わるんじゃないか。何、エンリル編がこれから始まりますね。指定編が今終わりまして、エンリル編がこれからサブクエストといいますか、エンリル編がどれぐらいかかるのか、このエンカウントですから。まだそして一撃で倒せないというね、半端やないな、エンカウント。こっちから繋がったり絶対してないわ。やっぱりこっから帰らなあかんねんわ、多分。頑張って帰ろう。まずは船に乗って、よし、ポーンと置かれてますけどね、地面に。さあ、よし、帰ってきた。すごいな、内側から来たんやで。すごい考え方ですね、あの人も。街を出てドラミ呼ぶか。回復して、まあまあ、どら焼きためも兼ねてやから、いや、ここからはもしかしたら早く帰れるかもしれないという、ねえな、水をうまく使ってと思ったんですけど、ねえな、おじけすいてる、そらそうだろう。
もう初めて出会った時とはわしは別物やぞ。こら、怯えるがいい。完全なる別物やからね、私はもう。よし。あ、もうみんなおじけづいてる。逃げまくってはいけるね。無用な殺生はしたくないんだ。あれ使おうかな、道具。あの道具で一気に行こうかな。こんなやつは戦っててもあんまり意味ないような気がする。なんか恐竜のところとかで1戦で200とかもらえるから、ほとんどこいつらの意味がなくなってきたような気がすんねんな。さあ、じゃあ一度これを使っていきましょうか。イメージ実体機を。これは何なのか。イメージ実体機とは一体何なのか。みんな分身した。分身したの。分身したって言われてもどういう効果でしょうかね。マヌーサ的なことかな。はい、伸びた、上がる。マヌーサ的なことだろうか。まあ、可能性はある。薬よけシール使って、これさらに、タケコプターを使ってスピードも上げていく。よし、すん。いや、これ薬よけシールすげえわ。いや、これ使わないと無理ぞ。お、これなんや、これなんや、なんかごっつ怪しいやん。何あれ、こんなとこあったっけ。ごっつ怪しいやん今の。何あの島、あれなんやろ。ここもなんかある。え、なんやこれ、勝手にグイグイ行ってるけど、こんなとこあったっけ。とりあえずエンリルに戻ってきました。あの下の方なんか絶対なんかあんな、あれ謎が。どう考えても怪しいやん、もうあの辺ごった怪しいとこあったやん、いっぱい。ちょっと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 、あの辺気になんな、あれ、あれなんやねん。てかまずジャイアン探そっか。どっかにジャイアンおるはずでしょ。ジャイアンを探す。いや、あれごっつ怪しいわ。あの桟橋からなんか船が出るんやで、あれ。あ、ここで聞いてたんや、次元転換船。映画の記憶じゃなかったわ。おらんな。エンリルのどっかにおるんやんな。ジャイアンよーい、おらんな。ジャイアンよーい。近っ。これとか、あ、なんやねん、宝箱あるし。うわ、もう今さらいらんわ。今さらいらん。うわ、これ、そうか、これ宝箱の場所やったんや。いや、今取り逃してる、これ。なんかあったもん、取り逃してるわ、これ今までやってもた。あれが宝箱、あんな感じであるんや。なるほど、ちゃんと見とかなあかんね。一回確かそういえばあれ取ったような記憶あるもん、ああいうパターンで。あ、あるやん、この倉庫みたいなのがあるんや。うわー、いや絶対今まで行った街であるわ、これ。うわ、騎士の剣とか、カタツムリの殻とか。うわ、もうめっちゃもう、うわー、恥ずかしい、すいません、見ていただいた方、取れよって思ってたでしょ。申し訳ございません。あれ？あれ？力は下がるな。お守りバッジは、力を上げる効果があるのかな。まあいいか、お守りバッジもいらないと。いや、ここで手に入れてもって話なんですね、正直。騎士
士の剣も多分弱いでしょう。確認するまでもないと思うからな。絶対弱いわ。もう今更絶対いらんはずやで、これ。完全上書き性能のやつ取ってもうてるもん、多分。そうでもねえよ。強いやんけ。強いがな、おい。取ってたらちょっと楽になってたパターンやがな。そうか、これあるか。ということは、ドラゴンスレイヤーちょっと取り逃してっかもしれんぞ、これ。あるよ、これ。今まで。の街にちょっと後で回ろうかな。うわー、もうめっちゃあるやん。いや、もうめっちゃ取り逃してる。アホや俺。え、どこでもドア来た。どこでもドア来た。どこでもドアはルーラか。うわー、ルーラや。いや、これここにあったんかい。そうか、だからこれ簡単にエンリルの村とか帰れたんや。なに、まあ、キャンプ地には行けないけど、そうですか、そうですか。そういうことかんや。ジャイアン、どこおんねん。え、鳳凰のところにおんのかな。入れへんはずやねんけどな。食い込んでもとんのか。あれ、おらんもんね。いや、もうこの家でもうラストやわ。おらんおらんおらん。ほおんと食い込んで戻るわ、これ。行って戻るわ。ほお様宛ての手紙、どうぞ おとおりください。おうてるけど、おうてるけど。ひらがなにするとすごい変な感じ。大運河の中ほどの小島に何かが隠されているらしい。さっきのどこかな、さっきのどこかな。でもあれ、小島とは言わんよな。いや、小島とは言うわ。ごめん、間違えた。完全間違えた。大運河とは言わん。湖みたいやったもん。大運河ってあの左下のところから行けるところかな。中ほどの小島ね。オッケーオッケー。はい、ではちょっと時間なんで、この辺で切りたいと思います。見ていただいてありがとうございました。